こんにちは。今日は窒化ガリウムを使った USB 充電器について解説します。こちらの USB 充電器はアンカーから出ているパワーポートアトム3スリムです。コンセントから給電するタイプで、出力は USB Type-C が一つだけあります。充電時の USB の電圧と電流ですが、 5V 2.4A で 9V 15V あって、 20V も出力できます。 20V の時は 1.5A 出力です。ここで今日分解する充電器と、そして比較のためにもう一つの充電器についてスペックをまとめました。上の段がアンカーのパワーポートアトム3スリム、今日分解する充電器です。でこの下のやつがアンカーのパワーポートミニですね。これは前回の動画で分解した USB 充電器です。パワーポートアトム3の電力は最大で 30W ですね。 15V 2A か 20V 1.5A です。で体積も測りました。体積は大体ですけど57立方センチメートルです。一方でアンカーのパワーポートミニはどうかというと、電力は 12W、5V 2.4A です。でこちらについても体積を測りました。42立方センチメートルです。電力と体積が分かったので、電力密度を計算することができます。アトム3スリムの電力密度は 0.53W/立方センチメートル、一方でパワーポートミニの電力密度は 0.28W/立方センチメートルになりました。この2つを比較してみると、アトム3スリムの方が2倍近く電力密度が高いことが分かります。電力密度を高くするための工夫というのがこちらの USB 充電器にあると思いますが、それを今日は分解しながら確認していきます。ということで早速分解していきます。とりあえず蓋を取り外しました。こちらの USB 充電器、平べったいことが特徴です。なので中に実装されている電解コンデンサ類は全て倒した状態で実装されています。ここら辺の AC プラグ付近の部品がもう少し分解できそうなので分解します。こちらが回路基板です。この部分がコンセントのプラグの部分に接触します。で、まあ 100V ここに入ってくるわけですね。この部分が USB Type-C の出力端子です。基板表面にはいろいろ部品がありますが、入力側から順番にヒューズとコモンモードチョークコイル、そして入力のパイ型フィルターがこちらにあります。この部分に隠れているのがインダクターです。これは変圧器です。変圧器の2次側に高分子の電解コンデンサーが2つあります。基板裏面はこんな感じです。ここが AC 入力なんですけど、この部分にダイオードブリッジで、この部分が変圧器ですね。でそしてここに IC があるんですけども、これがまあ一番重要な部分といいますか、これは制御回路とガントランジスタが一体になった IC です。このガントランジスターと変圧器がこの USB 充電器を語る上でおそらく一番重要な部品です。部品の配置ですが、電解コンデンサーは背の高い部品です。なので電解コンデンサーは寝かせて配置しています。これによって USB 充電器自体を薄く作ることができます。変圧器についても高さの低い薄いものを使っています。変圧器の高さは 10mm です。前に分解したアンカーのパワーポートミニは高さ 13mm です。なのでこちらの変圧器の方がアンカーパワーポートミニと比べて 3mm 近く薄いものを使っています。だからまあこんな薄いケースに全部収まるといった感じですね。次にこの USB 充電器の一番の特徴であるガントランジスタについて説明します。でこれが今日分解したアンカーパワーポートアトム3スリムの回路図です。この USB 充電器を説明するのに変圧器の2次側の回路はそこまで重要ではないので省いてます。まあ、この USB 充電器の基本的な回路構成は今まで分解してきたダイソーの USB 充電器だったり、あとアンカーのパワーポートミニだったり、そういった充電器とほとんど同じなんですね。交流 100V から 240V に対応してて、でダイオードブリッジを通ってフィルター回路があって、でその次にフライバック方式の DC-DC コンバーターがあると。一番の違いは何かっていうと、まあ、この部分にスイッチとしてトランジスタが使われてるんですけども、この部分にガントランジスタが使われてるんですね。
アンカーのパワーポートミニの場合はシリコンの MOSFET が使われています。そもそもこの2つのスイッチの違いは何かというと、使われている材料が違います。ガントランジスタの場合はガリウムナイトライド、窒化ガリウムという素材がこのトランジスタを作るのに使われています。一方で、まあ、MOSFET、まあ、シリコンの MOSFET なんですけど、これはもう単純にシリコンが使われています。もともとこういった AC アダプターを作るのにはほとんどの場合シリコンの MOSFET が使われていたんですけども、最近になってガントランジスタを使うような AC アダプターも出てきました。ガントランジスタはもともとどういった用途で使われていたかっていうと、ギガヘルツオーダーの電力増幅器で使われていたんですね。例えば携帯電話の移動基地局であったり、あとは衛星通信用の電力増幅器であったり、そういったところで使われてたんですね。そういったギガヘルツの領域で使われていたので、ガントランジスタはものすごくスイッチングスピードが速いっていう特徴があります。スイッチング速度が速い以外にも、まあ、シリコンと比較してガントランジスタは音抵抗が結構低くできるっていう特徴があります。それについて説明します。ガントランジスタとシリコンの MOSFET ありますけど、結局やってることは同じでスイッチなんですね。この2つはガントランジスタと MOSFET なんですけども、まあ、イコールスイッチだと。スイッチが閉じているときはもちろん電流は流れますし、スイッチが開いている状態だったら電流は流れないと。もしこの2つのスイッチが理想的だったら、スイッチ自体の抵抗っていうのは0オームなんですね。つまりスイッチが閉じている時っていうのはここでは電圧効果は発生しないっていうことです。なんですけども、このスイッチ2つとも半導体を使ってますので、スイッチを閉じたとしても理想的なスイッチとしては扱えなくて、実際には音抵抗があります。この音抵抗っていうのは非常に小さい値なんですが、まあ、電流が流れることによって、まあ、損失が発生します。その損失のことを導通損って言います。スイッチに流れている電流を I として、でスイッチの音抵抗を、まあ、R オンとすると、そうするとこの、まあ、スイッチでの導通損は I 次乗 R オンで表されるんですね。ガントシリコンを使ったトランジスタで、まあ、この音抵抗が大きく違うんですね。窒化ガリウムはシリコンと比べて、まあ、物性的に非常に優れていると。でその優れた物性を活かせるような構造的な工夫をすることによって、さらにこの音抵抗っていうのを小さくすることができます。導通損の他にもスイッチで発生する損失があります。それは何かというとスイッチング損失です。スイッチに電流が流れてるんですけども、まあ、このスイッチを開くことによって電流を、まあ、切ることができると、まあ、反対にスイッチを入れると、まあ、電流が流れ始めると。理想的なスイッチの場合はスイッチを切ったら電流は一瞬で流れなくなりますし、スイッチを入れたら電流はもうすぐ流れ始めます。でもこれは理想的なスイッチの状態で、実際のスイッチはこんなうまくいかないんですね。例えばシリコンの MOSFET で電流を切ろうと思ったら、まあ、一瞬では切れないんですね。まあ、少しずつ減少してってで切れると。で電流を流す時も同じで、少しずつ流れてってで、まあ、ちゃんと流れ始めると。でこの時のスイッチの電圧も、まあ、こういう風になるんですね。まあ、この時にスイッチで発生する損失はこの電流と電圧の掛け算なんですね。なのでここの部分で重なってる部分が大きいほどスイッチの損失は大きくなります。ガントランジスタを使うと何がいいかっていうと、まあ、この部分のスイッチングの速度、まあ、スイッチングスピードとかスイッチング速度って言うんですけど、このスイッチング速度がかなり速くできるんですね。電流もかなり、まあ、理想的とは言いませんが、まあ、理想に近い状態でスッと切れますし、電流を流そうと思ったら、まあ、電流もスッと流れ始めると。結局電流と電圧の積が小さくなるんで、スイッチング損失も小さくなります。これがガントランジスタのいいところです。こういうのは実際に波形を測定した方が分かりやすいと思います。これはシリコン MOSFET を使っている、アンカーのパワーポートミニです。 MOSFET の足の部分にプローブを押し当てて MOSFET 両端の電圧波形を測定します。以前作成した電子負荷を使って 2A の電流を取っています。これは今スイッチの両端の電圧を測定しています。スイッチに流れている電流波形は測定できないんですけども、スイッチの両端の電圧波形を見てもらうことで大まかなスイッチング速度を分かってもらえると思います。これをどんどん拡大していくと、これはシリコンMOSFETの電圧波形です。電流を切ろうとしているところの拡大波形です。電流波形は測定できないんですけども、まあ、電圧波形を今表示しています。この黄色いのが電圧波形です。大体の電流波形は分かっていて、まあ、大体まあこの付近からこういうふうに始まっていて、でここくらいから切れ始めて、でこういうふうになると。でスイッチの電圧波形はどうなっているかというと、大体この付近から上昇し始めて、でこういうふうな波形になっていると。
オシロスコープの設定が横軸が1マス17秒です。なので60ナノ秒くらいかけてスイッチングしています。ガントランジスタの場合も同様にプローブを押し当てて測定します。これがガントランジスタの電圧波形です。だいたいこの付近から電圧が上昇し始めてきて、でここでまあストップ2と、スイッチング速度は20ナノ秒といった感じでしょうか。オシロスコープの設定は先ほどと同じです。横軸が1マス17秒、縦軸が1マス60ボルトです。こうやって2つの波形を比べてみると分かりますが、ガントランジスタの方がスイッチングスピードが速いです。結局スイッチで発生する損失をまとめるとこんな感じになります。まあ、これがスイッチ で今見てた波形がこの部分ですね。電流を切ろうとしているところを見てました。なのでスイッチの両端の電圧波形はこんな感じで上昇してきます。この部分でトランジスタがスイッチングしているわけですけど、その部分で発生している損失はこんな感じになるんですね。スイッチをそれぞれオンオフするところで、まあ、スイッチング損失が発生すると。電流が流れている時もさっき話した導通損というのがありますので、結局ここでも損失が発生しているってことになります。これはスイッチング1周期分だけを抜き出してますけど、実際には 30kHz とか 40kHz とか、まあ、そういった感覚でこれが起きているわけですね。つまり何が言いたいかっていうと、まあ、この損失がですね、まあ、1秒間に30万回とか40万回とか、まあ、そういったペースで、まあ、この損失が出てきているわけです。損失を減らして効率を高くすることが、こういった小さい USB 充電器 AC アダプターを作る上で非常に重要だっていうことが分かっていただけたかと思います。ちなみにスイッチング速度はかなり速いんですけど、スイッチング周波数はだいぶ落とした設定になっています。これ今波形を見ているんですけども、周波数がですね 33kHz なんですね。アンカーのパワーポートミニが 80kHz 付近でスイッチングしていることを考えると、 33kHz はだいぶ低いスイッチング周波数ですね。分解する前は 100kHz とかそれ以上のもう少し高い周波数でスイッチングしているんだろうなと思ってましたけど、まあ、どうやら違うようでしたね。実はスイッチング周波数も高くすればいいっていうもんじゃないんですね。スイッチング周波数を高くすると、もちろん半導体の部分でスイッチング損失は増加します。一方で変圧器の方は若干ですけど小さくできるんですね。ただものすごく小さくできるかっていうと、そういうわけでもないんですね。変圧器の巻き線に電流が流れるんですけど、当然そこでまあ抵抗の損失が発生するわけですよね。それ以外にも変圧器の鉄芯部分でもまあ損失が鉄損が発生するわけです。変圧器を小さくしていくと、まあどんどん放熱が厳しくなってくるんですね。なんで思ったよりかは小さくできないっていった感じでしょうか。なのでこういう風なセッティングに行き着いたんだろうなと勝手に予想してます。ということで実際に効率も測定してみます。こちらの、まあ、ガントランジスタを使った USB 充電器の効率を測定します。効率の測定はこんな感じでやります。入り口の部分の電力と出口の部分の電力を測ると、でそれぞれが Pin と PO です。まあ、USB 充電器の部分で損失が発生するんですけど、まあ、それは P ロスにします。でこの P ロスなんですけど、全部熱として出てきます。例えば先ほどの、ガントランジスタで発生する導通損とか、あとスイッチング損失ですね。それ以外にもこの変圧器で発生する損失だとか、回路全体の至るところで損失が出てるわけですね。でそれをまとめて P ロスとしています。でこれが電力の流れですね。で入り口の部分に入ってきて、でこれは出力の電力の分と、あと損失の分の合計だと。結局効率はどういう風になるかっていうと、入り口の部分の電力と出口の部分の電力の割り算で求められると。まあこれをやります。まあ、測定環境はこんな感じですね。これが交流電力を測定します。まあ、Pin の部分を測定します。でこっちが出力側の電圧と電流を測定します。まあ、5.1V 2A ですね。で電圧は 5V でとりあえず測定します。これは効率の比較グラフです。アンカーのパワーポートアトム3スリムとアンカーのパワーポートミニをそれぞれ比較しています。横軸が出力電力、縦軸が効率です。まあ、大体の傾向としてはパワーポートアトム3スリムの方が効率は 5% ぐらい高くなっています。アトム3スリムの最大効率は 89%、 パワーポートミニの最大効率は 84% くらいでした。この 5% の差はかなり大きいんですね。やはりガントランジスタとシリコントランジスタの違いでしょうか。これは損失のグラフです。縦軸が損失になっています。やはりパワーポートアトム3スリムガントランジスタを使っていますが、損失はかなり少なくなっているようです。
USB 出力が 9V の時の効率測定もしました。一番上にある緑色のプロットが 9V の時の出力です。 9V の時は電流 3A まで取ることができます。 USB の電圧が高い方が効率が高くなるみたいです。ところどころ効率で 90% 超えている測定点もあります。今日はアンカーのガントランジスタを使った USB 充電器を分解したわけですけども、効率が非常に高くなっていると。シリコントランジスタを使ったパワーポートミニだと 85% ぐらい でガントランジスタを使ったやつだと 89% ぐらい、 5% 近く高くなっています。で、効率 5% っていうとそこまで高くなったようには聞こえないんですけど、実はすごく効率良くなってるんですね。効率で比較するんじゃなくて損失で比較するとだいたい 40% ぐらい低くなってましたよね。それでこの USB 充電器で発生する発熱が少なくなって、結果としてこの USB 充電器を非常に小さく作ることができると、そういうことですね。本当は発熱の比較とかもやりたかったんですけど、この動画で入れてしまうと動画にまとまりがなくなってしまいますので、それはまた別の動画でアップロードしたいと思います。それでは最後になりますが、もしこの動画が役に立ちましたらコメントとチャンネル登録よろしくお願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。